中田光也です。年は31で独身です。今は金融関係の会社で働いています。趣味は休日だとかは、ソファーの上で本を読んだり音楽を聴いたりしています。あとは習い事で茶道をやっています。これはもう私結構30過ぎたので、日本的なことをやりたいなと思って初めて週1回教室に通っています。で体を動かすことも多いんですけれども、例えばこう朝ジョギングをして東京湾にまで走ったりだとか、あとは天気の日いい日は屋上に上がって、景色を見ながらストレッチをしたりだとか。初めてお会いさせていただいた時にすごくお仕事がお忙しそうでいらっしゃったので、都会でこうバリバリ働いていらっしゃる男性の印象を強く受けました。で、初めてお伺いさせていただいた時にお部屋がやはり都会のすごく一等地でお住まいでいらっしゃったので、限られたスペースの中でもう自社の某コンセプトの家具を使いいただいていて、たくさんあるんですけれども、まずソファーに関して言うと、実はこのソファーは結構こう日本人の体型に合っていると思うんですね。奥行きもそんなに深くないですし、いろいろチョイスがあったんですけれども、こういう日本人に合ったものもあったと。あとはコーヒーテーブルなんかはこう天井の板の部分が、ちょっと持ち上がって、こうソファーの上でご飯が食べるといったところもこう非常に毎晩のように使ってますし、ダイニングテーブルなんかも伸縮式で、人をこう呼ぶことも多いんですけれども、そういう時に非常にこう活躍するものになっていて、結構その機能的なものであったり、デザイン的なもの、いろんな面でこう気に入っています。お客様に満足していただけることがすごく嬉しいことです。今持っている家具に合わせてソファを買ったんですけれども、まだそのもっと多分良くなるところはあって、例えば小物だったりだとかアートだったりだとか、そういったところはもっともっとアドバイスいただきながら揃えていかないと、まだちょっと物足りない部屋ではあるかなと思ってます。